ウェストファリアン・ダックス・ブラッケは、ドイツ原産の短足のセント・ハウンド犬種の一つである。別名は、ウェストフェリッシュ・ダックス・ブラッケ、ウェストファリアン・バセットなど、1800年代頃に誕生したとされる。山林などでも駆け回ることができる短足の、セント・ハウンド犬種を目指し、イングリッシュ・フォックス・ハウンドや地元のブラッケ経験種、そしてダックス・フントを掛け合わせて作られた。 もともとのウサギや、キツネ、アナウサギのセントハントに使われていたが、それに加えて、イノシシやシカといった大型哺乳類のセントハントを行うのにも使われるようになった。ハンヤや罠にかかった獲物の血の匂いをパックまたは単独で追跡し、発見すると追いかけて髪止めを行って動けないようにする。うさぎやキツネの場合は、自ら仕留める場合も多い。 噛み止めされた獲物は犬の主人によって猟銃で仕留められるのではあるが多くの流血や重傷を負っている獲物は噛み止めの段階で絶命することもある。もともとこのように血の匂いを追跡して狩りを行うのは獲物が逃げて狩猟に失敗したりさらに罠にかかるなどして怪我をした獲物が長く苦しみながら死んでいくのを防ぐという考え方にも基づいている。また、 怪我をして暴れ回ることで、獲物の肉に血が回り、美味しくなくなるのを防ぐという意味合いもある。ただし、現在は動物愛護などの観点により、わざと最初からハンヤを狙った猟銃攻撃は禁止されている。ちなみに、野生の鹿は一撃で倒すことが難しいため、よほど腕のある猟師でないとそれは難しい。なお、 本種も通常のセントハウンド剣士と同様、獲物の体臭を追跡することも可能である。なお、バセットのため走るのが遅く、このため漁師は馬を用いず徒歩で狩猟を行うことができ、馬が入れないような場所での狩りも可能となった。優秀な嗅覚と猟犬にしては扱いやすい気象を持ち合わせていたため、1848年に、 一般人の狩猟が解禁されると人気が急上昇した。1886年にこの犬種名が付けられ、1900年代にはドイツ国外にも輸出されるようになった。このうちデンマークに渡って改良されたものはデーニッシュバセットに、スウェーデンに渡って改良されたものはドレーバーに発展し、別の犬種として発展していった。 1886年にドイツのケネルクラブに公認されたが、フシーには公認されていない。公認されているのは子孫のドレーバーのみであるが、本種はドイツでは良犬として人気のある犬種で、デニッシュとドレーバーの愛好家からもそれぞれの先祖であるとして親しまれている。子孫のドレーバーに比べると対抗と声の大きさが、 少し小さめで、より筋肉質の良犬らしい体つきをしている。首は太く、胴長短足である。このため走るのは、速くないが、起伏の激しい山地や狭い場所でも駆け回ることができる。マズルは短めだが、顎の力はしっかりとしている。耳は垂れ耳、尾は飾り気のない垂れ尾コートは、固めのショートコートで、毛色は、 ビーグルのようなハウンドカラーや、タンホワイト、バーニーズマウンテンドッグのようなトライカラーなどがある。体高28から36センチメートルの小型犬で、性格は主人家族に忠実で従順、仕事熱心で人懐っこい。しつけの飲み込みや状況判断力はよく、よほど不審に見られるような人以外は、基本的に好意的に接する。 家庭犬として飼うのにも向いてはいるが、元が良犬であるため運動量は多く、パックのメンバーや主人に獲物のことを教えるために発達した吠え声は大きく、よく響くため、集合住宅での飼育には不向きである。また、ナ長の犬種であるため、腰に負担をかけないように肥満に注意する必要がある。ダックスフントなど多くのナ長犬種と同様、 抱き方が正しくないと追間板ヘルニアを起こす確率が高いので、この点にも注意が必要である。胴長犬種を抱くときには、片手で胸を、もう片手で腰を抱えて抱くのが正しい抱き方である。なお、他にかかりやすいのは、関節疾患や腰痛などがある。ありがとうございます。